交流戦優勝残念。 SB フォン集合。あかんやん。最悪の結果やな。いや別にええやろ。交流戦で調子上向いたし。予想以上に交流戦の成績良かったし、新戦力も発掘されたから十分やろ。悲しんでる村方さんだけやろ。他力本願寺になった時点でどうしようもないやろ。2年連続ゲーム差なしで優勝を逃す監督すごい。巨人中日なんかに負け越してる方が悪い。横浜ファンも複雑な心境やろな。負けて優勝とは。これもまたヒゲクオリティ。昨日あと1点取らない根林が悪いやん。浦方さんには編成のカスどもの給料減らしてボーナス出しとけ。三笠杉彦がいる限り永遠に優勝なんて無理やで。有原と近藤の復調が最大の収穫。野村勇の復活も嬉しいわね。ジュニアも使えそうだしな。まあええやろ。派手は交流戦1位やし。まあ仕方ない。スーパー近藤と有原スチュワートがなかなか使えるかもしれんことが交流戦の収穫や。言うほど残念か。むしろ野村勇の復帰とスチュワートの覚醒という個人要素の方がでかいけどな。交流戦の優勝はどうでもいいけど、藤本が持ってないのはガチ。交流戦優勝自体は取れたらラッキーくらいだから別にええわ。ともかく野村勇使いを交流戦分け。去年はマジック1からの V2、 今年は TQB0.05 差で V2。 逆に持ってるわ。選手としては賞金的に残念やない。ファンとしては優勝してもしなくても勝敗変わらんから別にええけど。まあ石川修太がいたのが悪い。あいつが巨人戦で KO したのが全て。まあ別にええやろ。チームは上向きやし、近藤爆発しとるし。コンスケは開けてもこれをキープできるかどうかやな。まあでも藤本バント減ったし、代打キーを当たってるし、ポジってもいいよな。バンドは有原スチュワートと藤井石川の消えてもローテなんとか持ちそうだし、ロングリリーフとしては武田も使えそうだし。そういや交流戦明けはオリックスとか、山本由伸出てくるだろうし、地獄屋は。オープン戦優勝くらいどうでもええやろ。その時その瞬間だけ気にするやつ。柳田明、今宮の若鷹トリオがここまで頑張ってるだけでワイは嬉しいわ。中堅の和田模様やっとる。松本春も良かったな。有原スチュワートはパリーグ戻ってどれだけやれるかやな。先発崩壊してるし、坂東ももうちょいチャンスありそう。坂東は大関藤井戻ってくるまではチャンスだから、そこで枠つかめるかやね。個人的には松本春の先発もどっかで見たい。有原とかそもそもパリーグの投手やし大丈夫やろ。有原スチュワートが使えそうなのが分かったし、よかった。後者はぶっちゃけシーズン通して使えるレベルではないと思うけど、あと数回は使えるだろ。森唯斗は調整させたらうまくいくと思うわ。石川みたいに悲観することはないと思ってる。近藤健介さん、交流戦打率4割1分3厘、5本15打点、出塁率5割1分9厘、長打率7割1分8厘、 OPS1.281、 得点圏打率5割。 MVP 取れないのは残念。